およそ700メートル先、左手前方向です。皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県各務原市前戸東町のカフェド・エピにお邪魔します。モーニングは午前8時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半。朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？今日、お邪魔するカフェドエピの駐車場は、お店の前にありますが、公衆トイレも完備してる広い駐車場です。Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's a...お店の前のスタンド看板に、カフェドエピ、モーニング、手作りパン厚切りトースト、マカロニサラダ、ゆで卵、ミニシフォンケーキ、450円から、と書いてあります。お店は、白を基調とした広くて明るいおしゃれな開放感のあるお店です。いつもお願いしてる。ホットコーヒー、ホットミルクティーは450円です。営業時間、午前8時から午後4時、定休日、毎週月曜日、祝日の場合はよく火曜日、月末火曜日。インスタでフォローしていただいた方には、ランチの時、ミニデザートサービスと書いてあります。インスタをやってみる方は、フォローをしてランチで、ミニデザートをゲットできるなんて、こんな嬉しいことはないですよね。パン教室を、毎週火曜日から金曜日に完全予約制で開催されてみえるみたいです。モーニングは一種類だけみたいです。どんなモーニングなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきましょう。小倉あんが乗ってるトーストから、時計回りで見ていきます。小倉あんが乗ってるトーストですが、カフェドエピ手作りの厚切りトーストです。厚切りトーストの右が、シフォンケーキです。シフォンケーキの下に、ゆで卵があります。ゆで卵の左に、サラダがあります。このモーニングサービスには、4品ついています。また、ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスです。ホットミルクティーをお願いしました。上から見るとこんな感じです。小倉あんが乗ってるトーストですが、カフェドエピ手作りの厚切りトーストです。ホットミルクティー、ホットコーヒー、どちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。野菜サラダには、マカロニ、人参、サニーレタスなどが入って美味しいです。サニーレタスの栄養価はズバ抜けて高くて、例えば、
ベータカロチンは玉レタスの10倍以上、ビタミン C が3倍以上、ミネラルが2倍以上、カロリーも16キロカロリーと高めみたいです。オグラーンが乗ってるトーストですが、カフェドエピ手作りの厚切りトーストです。私は甘党なのでオグラーン大好きです。余談ですが、粒あんのおまんじゅうには目がありません。オグラトーストの発祥の地は名古屋市の栄地区みたいです。1921年大正10年頃、バタートーストをぜんざいに浸して食べるのを見た店主が、トーストにあんを乗せたオグラトーストを考案したみたいです。トーストに切り込みが入っていると中まで熱が早く通り、焼き上がってから塗ったバターが奥まで染み込むメリットもあるみたいです。トーストに切り込みがあるので簡単にトーストがちぎれて嬉しいサービスです。シフォンケーキはふわふわでしっとりとした美味しいシフォンケーキです。ゆで卵のゆで具合に好みがありますが、固ゆでと半熟のどちらが好きですか？どちらが好きか調べた人がいるんですね。参考までに、どちらが好きかという結果ですが、半熟が 54.9%、 固ゆでが 39.8%、 半熟の方が好きという人が多いみたいですね。男女別では女性の方が半熟派が多いみたいです。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。